デンマーク一部ブレンビーフの MF 鈴木優衣とは、現地時間4月28日のプレイオフグループ A 第5節ノアシェラン戦、1から1で先制ゴールを挙げ、直近6戦6発4アシストと存在感を高めている。複数の欧州クラブが注目し始めていると報道される中、視察に訪れたと言われるイングランド一部リバプールの専門メディア、ラウジング・ザ・コップが見解を示した。 22歳の鈴木は昨夏、清水エスパルスからブレンビーへ4年契約で加入。昨年10月のリーグ第10節ビルビレイフ戦、3から0で移籍後初得点をマークすると、第13節ノアシェラン戦、2から1で初スタメンを勝ち取り、徐々にプレイタイムを伸ばしてきた。レギュラーシーズン最終戦となった第22節シルケボーイフ戦、4から1、 で、ハットトリックを達成すると、プレイオフラウンドでは4試合2得点4アシストの活躍でノアシェラン戦を迎えた。0対0で迎えた前半アディショナルタイム、FW フィリップバンガードのスルーパスに抜け出した鈴木は、そのままドリブルで持ち込むと、ペナルティーエリア内での武器との1対1を制して、ゴール左隅に流し込んだ。鈴木はこれで、直近6試合で6ゴール4アシスト。 絶好調の22歳 MF はデンマークメディア、ボールド .dk の報道でマンチェスターシティやリバプール、レアルソシエダ、アヤックスなど12クラブが視察に訪れたとされた。その中で、リバプール専門メディアは、リバプールのスカウトが出席し、素晴らしいポテンシャル、を持つ22歳 FW を見守った、と見出しを打って報道。現地の報道を引用しつつ、 クラブのスカウトは熱心に働いている。彼らはデンマークを訪れていたと報じられた。リバプールのスカウトが特に鈴木だけを監視するためにそこにいたかどうかは議論の余地があるが、間違いなく彼は目を引いた。と、鈴木だけが目的ではなかった可能性にも触れながらも、好プレーを見せた22歳 MF が輝いていた事実を伝えた。 U から23日本代表がパリ五輪キックを獲得し、同世代のエース候補である鈴木には期待がかかる。それだけに今夏の挙手はさらなる注目を浴びそうだ。